さんこんにちは、だーちゃんです。また今回も顔出しはないですけど、はい、今回はハロウィンにぴったりな平面ぽってり魔女さんの ベテランさんと見習いさんを作りました。このようにね、自立することもできますし、壁面飾りにもなりますので、ではこのようにね、ぽってりプルプルお化けちゃんと同じように同じような作り方をすると、このように魔女さんもプルプルバージョンができます。では今回もよろしくお願いします。始めましょう。では始めます。こちらね、7.5 センチのペールオレンジがこのように1枚使うんですけど、透けて見えるのが嫌な人は2枚重ねてください。で、ちょっと今回は1枚で作りたいと思います。はい、では紫の折り紙をこのように三角に半分に折ります。はい、ではこの角をここの折り筋に合わせて折ります。でちょっと真ん中なんですけど、ちょっとね難しいって人はこちらを回転させてちょっと軽く折ってから、このようにこの目印で折ってください。で広げてこちらの折り筋とこちらの折り筋を合わせるようにして、このようにここをね合わせて一回折ります。そしたらこう先ほどつけた折り筋でハサミで切ります。はい、ではここ先ほどのこの真ん中に半分に折って、ちょっと上だけ軽く折り筋をつけます。でここの折り筋で切るんですけど、ここ今このここの折り筋より5ミリほど上までを切ります。こういう感じで、よいしょ、こんな感じで切ります。ハサミ飛んでったでここを支点にこういうふうに斜めにこの角とこの切った先のライン上で折ります。こういう感じでね。でこちらも同じように折ります。こういう感じで折ります。でこの角も5ミリほど裏側へ折ります。こちらも折ります。でこのままここの縁をのり付けします。でこの角とここを合わせて貼ります。よいしょ、ちょっとこれ調整しますね。これも、はい、こんな感じで貼ります。次10センチの茶色の折り紙をまた三角に半分に折ります。はい、このままこの角を真ん中にまた合わせて折ります。ではちょっとここを切ります。あ、ほんでここも切りますね。一回のけときます。この2枚を使います。はい、こちらを小さい方の三角を半分に折ります。でここ輪っかね、これでここの角からこういうふうに斜めに、ここが約1センチほど上、角から下から1センチ上とこの角のライン上で切ります。縁をのり付けして貼ります。
はい、ではこの向きにします。こちらね、横向きで裏返して三角に半分に折ります。でここの縁をこの下に向けて折ります。よいしょ。だいたいここが1センチ開くぐらい、下の縁から1センチ開いてこの縁の平行上で折ります。で開いてここの折り筋、へこんでる折り筋をつまんで折り直します。でこちらはそのまま折ります。はい、で裏返してここの角をこの斜めにこういうふうに上に折ります。はい、この時にちょっとあまりこう折りすぎてちょっとこの色が出ない程度に紫だけ出るように折ります。でこちらもこのように折ります。はい、そしたらこことここの角のライン上で上へ折ります。はい、こんな感じになりますね。でこちら角、この上の角はちょっと軽く1センチから 1.5 センチほどでちょっと軽く折っておきます。はい、先ほどの茶色の折り紙のこの大きい方、三角のをまた半分に折ります。はい、今度はこちら、このねペラペラの方、この角からこのペラペラの方の角のからこの2センチほどのこのライン上で折ります。で広げます。でここの突っ張ってるここの折り筋のこういう風に反対側にへこませるように、へこんだ折り筋に折り直します。要は谷折りですね。今のは山折りです。はい、こちらもこちらはそのまま折ります。はい、ではちょっとこういう風に合わせますね。合わせてこういう感じかな、ちょっとこういう感じで合わせてここを一回折ります。もうちょい下かな。ここはちょっと調整しながら折っていきますね。ここがちょっとはみ出るぐらいで、このこういう風になるぐらいで折ります。で一回ちょっと外します。そしたら裏返してここから約1センチ、この縁から約1センチ上をそのままこういう風に折り上げます。はい、ちょっともう一回調整しますね。もうちょい短い、あれでもいいかな。ちょっと調整するのにこっちを、今度はこっちをちょっともうちょっと長くしますね。そしたらこんな感じかな。うん、こんな感じになります。ちょっとずつ調整しますね。はい、ではこの角を数ミリほどこのように内側へ折ります。そしたらこの角を斜めにこのように折ります。ちょっと白い部分が見えちゃうのでちょっと調整します。またはい、そしたらこの角を裏側へ折ります。はい、こちらも同じように折っていきます。はい、ではもう一度このように挟み込みます。よいしょ、こんな感じになりますね。そしたらこれものり付けします。この白い部分を中心にちょっとこれだけ縁だけのり付け、この辺も縁だけのり付けしてこのように貼り合わせます。
ここもちょっと縁をのり付けして貼ります。で、角を少し裏側へ折ります。で、ちょっとこれね、ちょっと失敗しちゃったけど、これはこの三角の部分は外側へ出るようにします。今ちょっと内側に入れちゃったけど、こういう感じで外側にちょっとペロペロになっちゃったけど、こういう感じにします。そしたらね、自立するんで、はい、こんな感じで貼り合わせます。はい、先ほどの紫半分に切ったこの残りの切れ端をこの折り筋通りに1回折ります。はい、こんな感じで。そしたらここから数ミリ、2、3ミリ上を平行状にもう一度下へ折り戻します。こんな感じで。そしたらもう一回裏返して、こことここのこの間ね、ここからこう斜めにこの角に合わせてこのライン上で折ります。こういう感じ、もうちょいかな、こんな感じで折ります。で、反対も折ります。はい、ではこちらもこの真ん中あたりを軽くのり付けして、このあたりをねのり付けして、このように貼り合わせます。ではこの蛍光の丸シール、100円ショップに売ってる丸シールを使って切りますね。たらこの端から約 3,4 ミリほどかなで切ります。で、こちらも同じように切ります。おお、落ちた。はい、で、ちょっとね、これじゃあまりにも目が大きくなりすぎるんで、ここ下をこのこういう丸みがついてるとこれと同じようにこういうふうに丸みをつけて切ります。で、ちょっと貼りますね。こんな感じかな。これを同じ形にするのが大変ですけど、まだこちらも同じように切ります。こうかな。失敗ちょっとずれてるかな。ちょっと調整していきますね。よいしょ、ちょっとマシかな。はい、こんな感じで合わせます。はい、では口の部分、今度は8ミリのこの蛍光の丸シールのピンクを使ってこのように切ります。ここはもう表情に合わせて、例えば反対でも反対でもいいですけどまあ笑った方が可愛いんで、こちらにしますね。こんな感じで。はい、ではこちらホワイトマーカーを使ってこのようにお目目にキラキラさせます。ちょっと乾くまで待ちます。はい、では先ほどのこの蛍光の丸シール、このピンクを使うんですけど、このように穴開けパンチを使ってこのように丸々ちょっとここを合わせて切りますね。こういう感じで。で、ちょっと剥がしにくいですけど、このままちょっと頑張って剥がしてください。で、頑張って剥がしてこのようにほっぺたをつけます。で、貼ります。
次、こちら 3.75cm のこの焦げ茶と黄土色を使います。焦げ茶はこの半分に、四角に半分に折って、このように真ん中に合わせて観音折りをします。で、もう一度同じように、ちょっと見えにくいですけど、観音折りをします。で、もう一度この半分に今度は折ります。はい、次こちら、このように1センチほどで折ります。ちょっと調整しますね。1センチから 1.5 センチで、で、こちらも同じように 1.5 センチほどで折ります。で、ここから 2、3ミリほどで、この縁から上をこのように下に折り戻します。で、またこの角をまた1ミリほど折り上げます。こんな感じになります。で、ここを貼ります。こんな感じで、ちょっとね、ここの縁も少しのり付けした方がいいです。で、こちらを軽くのり付けして貼ります。しっかり押さえて貼ってください。はい、こんな感じで、で、ここに貼ります。ここをのり付けして貼り合わせますね。こんな感じで、ぽってり平面見習い魔女さんは完成です。はい、ベテラン魔女さんもここまで全く同じです。で、こちらも同じです。で、ここもまた調整して、ここをまた調整して、今度はちょっとここを上に、裏側に折り上げますね。こういう感じで、こういう感じで折って、折って、こういう感じにします。この度は、で、これもちょっと一回外して、ちょっとこう斜めに折ります。また内側に折ります。こういう感じで、で、で、これもちょっと見えないように内側へ折ります。こちらも見えないように内側へ折ります。こういう感じで、で、貼ります。こうかな。で、裏こうです。では、これもちょっと貼り合わせます。ここを、よいしょ、これもちょっと貼り合わせますね。ちょっと、よいしょ、こんな感じで、で、ここもまたのり付けします。こんな感じで、よいしょと、はい、はい、よいしょっと、で、角をまた裏側へ折り込みます。こんな感じかな。で、またこの帽子をつけます。よいしょ、こうかな。ちょっと、はい、こんな感じでつけます。はい、ちょっと緑、蛍光の緑のシール使いますね、今回。で、この方に真ん中に、なるべく真ん中に合わせて切ります。こういう感じかな。ちょっとこっちがなるべくこういう風に同じように形になるように切ります。で、ここを貼ります。こんな感じで、もうちょいこっちか、
ちょっと調整しますね。では2センチの折り紙をこのように三角に半分に折って戻して回転させて三角に半分に折ります。で、四つ角を真ん中に合わせて折ります。はい、ではここの角を支点にこのように斜めに折ります。で、こちらも同じように折ります。この時ちょっとここが重なるようにしてくださいね。ここがで、のり付けします。はい、で、このこちらの角を少し1ミリほど折ります。で、ここの下の部分はのり付けしないで、ここの上の部分だけをのり付けします。で、このように貼ります。ではまたホワイトマーカーを使って目をキラキラさせます。こんな感じかな、こういう感じします。で、また乾くのを待ちます。ではベテラン魔女さんもこのようにほっぺつけます。こんな感じでつけ、よいしょ。はい、で、またほうきをこのようにつけます。よいしょ、できました。はい、よかったらまた作ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。